はい、トライケルベルス撮影後の、もう本当に撮影してすぐです。の、オフトークでございます。はい、オフトーク、久々ですね。はい、今回は、前半にね、3冊の属性で、3つの属性の本が、全部揃ったんですよ。まあ、全部なんかわかんないけど、まあ、同じ属性のやつが3冊揃ったということで、ちょっとその確認と、あとね、ちょっと、遊戯王のお話もしたいなと思って、今やってます。多分後半はね、遊戯王の話になると思うんで、お楽しみにということで。はい、実はね、僕遊戯王もちゃんとやってるんですよね。まあ、大学になってから、なんか、久々に、なんかカードを買ったというか、まあ、そんな感じですね。ラッシュデュエルの方じゃなくて、普通のデュエルの方なんですよね。はい。まあ、それはいいとして、ちょっと、改めてね、音声確認していきたいなと思っております。はい。まあ、めちゃめちゃ緩くやっていきますんで、よろしくお願いします。はい。これですね。ブレイブドラゴン。まあ、すべてはここから始まりましたね。から全部始まりましたよ。今日も全部一個ずつ確認していく回にします。はい。必殺技もね。はい、という感じです。そして次に現れたのが、ストームイーグルですね。まあ、炎の属性で言ったら、ストームイーグルになります。実際は確か、あれですよね。ライオン戦記の方が先でしたよね。よし。やっぱ必殺でカットしよう。んで、これですね。最新の、最優ジャーニーです。最優ジャーニで、ここからいろいろと組み合わせていきます。
はい。んで、3冊ですね。で、ちなみに、これ抜いて、この2つ合わせると、はい、大嘘つきでーす。二つの属性って一緒だわ。同じ属性だわ。で、三冊ですね。感じでございました。やっぱね、主人公のやつって、めちゃめちゃかっこいいですよね。まあ、でも、かっこいいのは主人公だけではありません。はい。次は、ブレイズの、ね、音声確認していこうと思います。まずはこれからですね。じゃあね、次、現れたのが、これですね、ピーターファンタジスタ。はい。そしてね、こちらが天空のペガサスワンダーライドブックですね。これが三つ目ですね。はい。片手じゃ開かねえな。という感じですね。で、3冊揃います。すっげえかっけえな、3冊揃うと。ねえ、すごい。
まあ、まず最初に揃ったのがこれっていうのもね、なんか、主人公じゃないけど、かっこよかった。本当に。めちゃめちゃかっこよかったです。いやーね、ヒロイン奪っちゃったからね、びっくりだよ、それに関しては。そして、まあ、ちょっと前に紹介した、エスパーダのね、3冊がありますね。じゃあ、まずは、こちらから確認していきましょうか。はい、こっから始まりまして、てかまず最初に出てきたのがこれですからね。はい、びっくりですよ、それも。弾けて混ざれ。で、一番新しいこれですね。トライケルベロス。どの本よりもテンション高いな、これ。やば。俺が睨んでも、怖くないんだよな。そして3冊ですね。
という感じでございました。もうすごいな、やっぱり3冊って。めちゃめちゃ、強い。語彙力が。はい。まあでも前作の01が、なんかここまでなんか、大津っぽさがなくて、むしろなんか、ね、なんか、令和の1号じゃないですけど、うん。でもなんかちょっとね、リアリティもありつつも、ね、なんかおかしなこともやってたりとか、うん。そして売れないお笑い芸人ってもね、面白かったですよね、本当に。うん。中山筋肉売れてんのかな。まあ売れてるか。うん。確かに、ね、アルトに比べたら全然売れてますからね。うん。筋肉じゃないね、あれは。あれは、腹筋崩壊太郎だ。という感じで、紹介終わります。はい。まあ皆さんもね、なんか好きな仮面ライダーとかいたらね、まあ、セイバーの中で好きなライダーとかいたら、ぜひぜひ、本とか集めてね。まあ楽しんでみてもいいんじゃないかなって思います。まあ俺はちなみに、セイバーはもちろん好きなんですけど、まあ、セイバーの中で一番好きなのって、実は、まあ、セイバーですね、やっぱり。ちょっと、はい。やっぱりセイバーが一番ですけどね、はい。一番がセイバーで、二番目がエスパードです。はい。で、三番目に、バスターですね、やっぱり。豪快な、ね、感じがすごい好きですね。ということで、次のお話にしたい、いきたいなと思います。はい。皆さんお待たせしました。まあ、ですね、僕実は、まあ、遊戯王をやってるんですけど、遊戯王のね、いつ、ブレインズか。遊戯王ブレインズが始まって、で、それが終わった後ぐらい、が終わる前ぐらいに、ちょっとデッキをね、再び、まあ、1から作ったんです、全部。うん。僕のデッキって、基本1から全部作ってるやつばっかりで。で、まあ、多分ね、ノーカット、ノー編集でやろうと思ったんですけど、ちょっとこっからは編集、ちょっとここら辺にね、デッキのリスト載せてながら、話すので、ノーカット、ノー編集やないんかいとか言う人いるかもしれないですけど、ノーカットは、間違いなく。はい。でも、ノー編集は、ごめんなさい。しません。じゃあね、ちょっとやっていこうと思うんですけど、まずね、タイトルが、俺の優勢デッキっていうタイトルなんですけど、今、この撮影してる時の、デッキのリストなんですけど、まあ、ほぼほぼモンスターですよ。うん。で、はい、ほぼほぼモンスターで構成されてて、で、サーチする、調律だったり、まあ、手札入れ替えの暗黒界の取引。で、墓地が溜まった時の貪欲な壺。っていう感じで、ね。で、トラップは、破壊、相手が結構破壊する敵が、まあ今まで多かったので、破壊対策のスターライトロード、そしてミラーホースランチャー。っていうね、まあ、二重で、やってる感じで、で、まあね、シンクロモンスターとか、まあ、ほぼほぼシンクロなんですけど、一枚を除いて。まあ、簡単に言うとね、結構、効果破壊を止めるような構成になってます。まあ、ちょっと前までセイバースタードラゴン入れてたんですけど、いるかなと思ったんで、はい。まあ、ロマンがあっていいなとも思ったんですよ。まあ正直、スターダストウォーリー扱うかって言われたら、使わないんで、ちょっと後で、これだけ入れ替え、また入れ替えるかもしれないです。はい。まあちなみにね、ちょっと、こっから詳しく説明していくんですけど、このジャンクサーバント。これなんで入れてるかの説明をしますと、実はジャンクシンクロとジャンクサーバントが手札に加わった時に、
まあ、レベル7のモンスターを召喚するためなんですよね。はい。レベル7の、クリアウィングシンクロドラゴンっていうモンスターがいるんですけど、それを召喚するためには、やっぱり、気軽にレベル7召喚したいなっていうのもあって、この2体を、まあでもどっちかっていうとジャンクシンクロンをベースに作ったデッキなので、はい。まあだからこそジャンクコンバーターだったり、ね。で、基本的に、ジャンクスピーダーが出てきたら、僕のデッキはぐるぐる回るように、作ってありますので、まあ、例えばですよ。例えば、まあ、それを動かすためのジャンクコンバーター。で、ジャンクコンバーターと、まあ、サテライトシンクロンとか、まあ、ジェットシンクロンが出てきた時にそれ墓地送って、ジャンクシンクロンをサーチして、で、シンクロ召喚につなげて、ジャンクスピーダー出します。ってなったら、チューナーがバババって揃うわけですよ。で、バババって揃った時に、チューナー3体と、それ以外の、シンクロモンスター1体で召喚できるスカーレットスーパーノバドラゴンを出すことができたり、まあ、ドッペルオーリアと、ジャンクシンクロンで、まあ、トークン作るじゃないですか。で、トークン作ってから、まあ、そこからジェットシンクロンと、あとハイパーシンクロンを入れてるんですよ。で、なんでハイパーシンクロンやねんっていうと、ハイパーシンクロンはドラゴン族シンクロモンスターの召喚に使った時に、エンドフェーズに除外されるんですけど、ドラゴンじゃなければいいんですよ。逆に言ったら。なので、まあ、レベル4の、まあ、シンクロンモンスターで、ドラゴン以外だ、を召喚するってなったら、ハイパーシンクロンが、まあ、適用できるかなと思って入れてます。で、テックジーナスハイパーライフラリアンってあるんですけど、これは完全にまあ、僕のデッキ結構、シンクロとかやって、まあ、増字入れられたら、アイテムデフでめちゃめちゃ増やしてしまうっていうリスクはあるけど、まあ、ドローはめちゃめちゃ、まあ、自分もしますよっていう、デッキ構築になっているので、あえての、ハイパーライフラリアンです。はい。とか、あと気になるところね、多分いっぱいあると思うんですよ。まあ、ボルトヘッジホックは墓地に折ったら、まあ、すごい便利やな、ということで入れてます。けど、まあ、こんなにいるかどうかは実際のところよくわかってないので、なんかコメント欄で意見ください。で、ロードシンクロンは、まあ、スカーレットスーパーノバドラゴンを出すためには、12レベルが必要なわけです。で、ジャンクコンバーターがレベルが5なんですけど、あと7をどうにかしてカバーしないといけないんですよ。で、そうなったら、結構難しいんですよね。で、そんな時に、ロードシンクロンって便利なんですよ。レベル4なんですけど、レベル4で出すけど、シンクロするときは、ロードウォーリア以外のときは、レベルを2個下げたレベルとして扱うんです。つまり、レベル2になるんです。だから、まあ、ジャンクシンクロン、サテライトシンクロン、そして、ロードシンクロンで、ちょうど、3たす2たす2で7になって、レベル12を出すことができるっていうことです。はい。で、コンバーターはもう完全に、ジャンクシンクロンだったり、まあ他のね、カードをサーチするための、カードとなっております。で、シンクロンキャリアは手札に、まあ初手でジャンクシンクロンとシンクロンキャリア、そしてあとはマジックトラップになった場合に、まあ連番してバー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 って出すための、まあ、保険じゃないですけどね。はい、という感じで出してたり。あと、このモンスターの効果が、まあシンクロンモンスター、まあ、こいつ出した後にシンクロモンスターをもう一回召喚できますよっていう効果はもちろんあるんですけど、まあ、このカード以外のシンクロモンスターが、戦士族または機械族シンクロモンスターのシンクロ素材として墓地へ送られた時に、トークンを呼び出すことができるんですよ。レベル2の、トークンを出せるんで、そこで、つなぎ目を作って、で、そこからね、シューティングクエーサーだったり、っていう風に繋げることができるっていう構成になってます。はい。で、トッペローレはね、完璧にトークン作って、クエサに繋げるための、まあ、道しるべです。で、サテライトシングロン。これなんですけど、これは、まあ、レベル2のシンクロンで、ニトロシンクロンでもいいかなと思ったんですけど、このカードに、元々のカード名に、ウォーリア、シンクロン、スターダストの、いずれを含む、
シンクロモンスターがフィールド墓地に存在する場合に、レベルを4にできるんですよ。だから、例えばスターダストドラゴンが墓地におった時に、サテライトシンクロを召喚したら、これレベル4にして、で、ワンショットブースターとシンクロ召喚できるんですよ。っていう構成もできるんで、まあ、あえて入れてるって感じですね。で、エフェクトベーラーは、モンスター効果止めるんですよ。なので、入れてます。で、ワンショットブースターなんですけど、このワンショットブースターって、僕最初ね、プランとしてはワンショットブースターじゃなくて、ブーストウォーリアーを入れる予定だったんですよ。なんですけど、ブーストウォーリアーがどこにもなくて、どこにもないんやったら、なんか代わりのカードないかなと思って探した時にワンショットブースターがあったんですよ。まあ、これがモンスターの召喚に成功したターンに、手札から特殊召喚ができるんで、まあ、言ってしまえばブーストウォーリアー、みたいな役割ができる。その上に、まあ、モンスターと戦闘を行って破壊できなかった時に、破壊することもできる効果もあるんで、まあ、そういう意味では便利かなっていうふうに思ってます。はい。で、まあ、あとはあるあるですね。まあ、貪欲な壺2枚入れてるのは本当に、ジャックスピーダーをベースにしてるデッキなので、ジャックスピーダーを回収するカードが絶対必要なんですよ。ってなったら貪欲な壺かなと思って。でも正直言うと3積みでもいいかなと思ってるぐらいなんですよね。うん。なんか意見お願いします。で、あとはほぼほぼ遊び心ですね。本当に。じゃあ、次行きましょうか。はい、次はですね、レモンリゾネーターというタイトルなんですけど、言うたらジャックですね。はい。まあ僕、ファイブリーズが最後なんで、やっぱファイブリーズがベースになるんですよね。で、これちなみに最後に作ったデッキなんですよ。で、ここに赤き竜の証である、救世竜セイバードラゴンも入ってます。はい。こっちは特に変えてる感じじゃないですね。はい。もう、完璧な話、もう、完璧に言うとね、これはほぼほぼ、レッドデーモンズドラゴンを、安値で、もう、5000円以内で、出せるように作ったデッキなので、だから、あれがないんですよ。サイキックリフレクターとか、バスタービーチとかも入れてないんですよ。あれ高いんですよ、めちゃめちゃ。学生からしたらちょっとやめようって思うぐらい高いんで。で、まあ、フレアリゾネーターとかね、は、シンクロ素材になったら300ポイントアップしたりとか。で、このクリムゾンリゾネーターってめちゃめちゃ強いんですよ。フィールドに何もおらんかったら特殊召喚できるし、で、まあ、このカード以外のモンスターがドラゴン族闇属性シンクロモンスターだった場合に、手札デッキからクリムゾンリゾネーター以外のリゾネーターモンスター2体まで特殊召喚できるんですよ。だからそれで、レッドデーモンドラゴンスカーライトでクリムゾンリゾネーターだけおった時に、シンクロリゾネーター、チェーンリゾネーターをサーチしたら、そこで、スカーレットスーパーノバドラゴンまで繋げることもできますし、他にも、まあ、レベル6だったらレッドライジングドラゴンがいるわけですよ。で、レッドライジングが行った時に、そのまんまね、まあ、レッドリゾネーターとか、あと、あ、違う、フレアじゃない、ダークリゾネーターと、まあ、シンクロリゾネーターとか。にしたりとか、なんか、いろいろね、組み合わせて、できるんで、すごい、楽しめるんじゃないかなと思ってます。で、結構、レッドなんたらか、みたいなのがいっぱいいますけど、このスカーレットファミリア。これなんですけど、このスカーレットファミリアって、すごい便利な効果があって、これが効果2の方ですね。墓地のこのカード除外し、自分フィールドのモンス、ドラゴン族、闇属性シンクロモンスター一体をレベル1から8までのレベルを宣言して、ターン終了時までそのレベルになるっていうね、効果があるんですよ。で、僕、ハリファイバー入れてるんですよね。クリストのハリファイバー。で、それで、その効果で、相手ターンに、まあ、除外して、シンクロチューナーをシンクロ召喚扱いで出すっていう効果があって、それでワンダーマッシャーを出すんですよ。ってなったら、ワンダーマッシャーレベル5なんですよ。はい。で、レベル5とレベル8って、まあ合わないわけですよね。なので、それを調整するカードとして、スカーレットファミリアを入れてます。はい。まあどっちにしても、レッドリゾネーターで特殊召喚することもできるし、
まあ、そういうのでレベル調整して、で、まあ、いろんなモンスターにつなげていく。例えば、まあ、レッドデーモンベリアルとか、エマリュレッドデーモンとかも呼び出すこともできますし、それでレベル調整して、で、9星でセイバードラゴン入れて、で、召喚することもあって、できますからね。うん。で、このデッキの一番の謎、金華鋲ですよね。金華鋲なんで入れてんねんって言うと、実は愚かな埋葬があるんですけど、この愚かな埋葬に入れる、カードとして、まあ、特にこのカードって墓地肥やしする必要ないんですよ。自然と墓地肥やせるから。でも、何もせずに墓地を肥やすためにはどうすればいいのかって言ったら、セイバードラゴンがやっぱり必要なんですよ。で、金華鋲が、墓地にいると、墓地にレベル1モンスターを特殊召喚することができるんですよ。この、召喚したら。なので、レッドデーモンドラゴン、あ、違う、セイバーデモンドラゴンを出すための、九星竜セイバードラゴンを落とすための愚かな埋葬っていう風になってます。なので実質入れなくてもいいかなとも思ったんですけど、やっぱロマンって、ね、あった方が面白いですから。うん。っていう感じで入れてます。はい。あとはね、本当に困った時のエクスプロードウィングドラゴンとか、フォーミュラシンクロンも入れてるし、ね、レッドデーモンドラゴンタイラントだったり、ね、割とレベルの高いモンスターがシンクロで多いですけど、まあそれを調整するためのカードだったり、ね、この基本的に単体でいること多いんですよ、このデッキ。モンスターが、ピンでいることが多くて、なので、カイザーコロシアム入れたりして、相手に無理、もうたくさん出させないような構成になっております。はい。ちょっと、誰かと相手したいもんですね。で、次のデッキ見ていきましょうか。こちらですね。はい。オノマトホープっていうタイトルなんですけど、これ3つ目に僕が作ったデッキなんですよ。多分動画ではね、マジシャンズデッキと、まあ、優勢デッキでやったんですけど、あ、違う、もう4つ目だ。4つ目だ。3つ目が幻魔だから、4つ目だ。これ基本的に、オノマトピア以外は、僕が、メルカリで手に入ったカードですね。オノマトピアとミラーフォース以外は。で、魔宮の賄賂は、結構昔から家にあったんで、それを入れました。はい。で、サモンプリンストは確かストラクチャーだったかな。ストラクチャーデッキに入ってたやつですね。うん。で、まあ、ドドドバスター3積みの理由は、相手フィールドにモンスターがいて、こういまあ、自分フィールドいなかった時に、レベル4として特殊召喚できるんですよ。それがめちゃめちゃ便利で、3枚入れてます。まあ、レベル6のね、エクシーズモンスターおったら、ちょっと、また、構成変わるかもしれないですけど、まあ、このデッキ基本的に、決め方が3つあるんですよ。見てもらったらわかるんですけど、まず1つ目が、希望、ホープ。ホープレイ、ホープザライトニングにつなげて、攻撃力5000にして倒す方法。で、二つ目が、未来王ホープ、未来竜王ホープにつなげて、倒す方法。まあ、そのためにね、ガガガガンマンとガガガガマジシャンがいるわけで、はい。で、最後は、ホープダブル、ホープの、そして、ダブルアップチャンス。っていうね、組み合わせですよ。この連続が全部決まれば、まあ、確実に勝てるんですけど、まあ、そんなことはなくて。で、保険の保険として、ホープワンを入れてます。はい。自分のライフが相手より3000以上少ない時ってあんまりないんですよ。ないけど、まあ、ライフ10になるように払って、特殊召喚されたモンスターを破壊し除外するんですよ。で、その分、ダメージ与えて、最後に、ホープ1で攻撃、おりゃーという形なんですね。うん。っていう感じの、デッキ構築になってます。結構ね、レベル4ばっかりですけど、でも、レベル4で統一して、いろいろ勝てるように。
やってます。ちなみにこのデッキ1回しか負けたことはないです。はい。じゃあ次いきますね。こちらですね、マジサンズデッキです。はい。タイトルもその通りなんですけど、増殖する G をとオシリスの天空領を除いたら全部マジサンなんですよ。はい。まあこのデッキ基本的にブラックマジサンを出すデッキで、はい。まあブラックマジサンを出すための、黒マジックのカーテンだったり融合破片だったり、黒の魔導陣もあるわけです。この融合破片ってめちゃめちゃ高いんですよ。まあ、高いのもまあわかるんです理由的に。だってエクストラデッキの融合モンスターを見せびらかすことによってね、手札デッキから特殊召喚できるんですね、その素材を一体。これほど便利なカードはない。で、それでね、尽きた時にやばいなと思った時のためのバスターブレーダーです。はい。そこもちゃんと考えてます。とか、ティマイルスのマナコはね、ブラックマシタンだけとかブラックマシタンガールだけってなった時に、まあ、竜騎士ブラックマシタンガールとか、ね、ブラックパラディンで、ブラックマジシャンズを出すための、まあ、デッキとなってます。で、このデッキ、まあ、すごいことに、チョコマジシャンガールだったり、レモンマジシャンガール、アップルマジシャンガールっていうのが、場にモンスターを揃えていく感じになるんですよ。なので、自然とね、こういう感じになっていくんですけど、たくさん溜まって、どっかで処理しないといけないんですよ。ってなった時のための、IP マスカレーナだったり、デイブレイカーだったり、クロシープだったりするんですよ。まあ、クロシープはね、融合だったら、レベル4以下のモンスターを一体特殊召喚できるんで、まあ、そっからね、IP マスカレーナとクロシープ出して、で、モンスターなんか、もう一体おったとしたら、もう一個出して、持ちから出して、で、そっからね、相手ターン中に、リンク召喚を行って、まあ、トボロジックにつなげるっていう感じになってます。で、トボロジックは、リンク先に特殊召喚されたら、まあ、サーチンできるんで、まあ、レモンの効果で特殊召喚して、一回バーってサーチンにして、で、次のターンにダイレクトアタックっていうこともできるんですよ。で、マハートは絶対に書店で、加えたくないんで、一枚にしてます。と言いますが、未だにドローで引けたことはないです。まあエクシーズね、なんか、安値のやつがあったらまた欲しいなと思いますけどね。はい。で、次、最後ですね。最後、こちら、ゲンマです。タイトルも短く、ゲンマにします。このゲンマすごいの、まあ、すごいかわかんないけど、まあ、ストラクなんです、全部。全部ストラ、あ、全部じゃないわ。異次元からの埋葬を除いたら全部ストラクなんですよね。あとトムゲイラショーモン。これは、最新のやつですね、多分。ねえ、これ、事故るんですよ。ほぼほぼ。なのでね、正直、なんかもうちょっと考えたいなと思うんで、なんかコメントでアドバイスください。もうちょっとこれ入れたら、あれ入れたら、みたいなのが欲しいです。はい。めちゃくちゃ難しいです、回すのが。うん。ハイパーブレイズ3000でもいいかなと思ったんですよ。うん。ハイパーブレイズ。とかラベル、ハモン、ウリアも3にしてもいいかなとも考えたんですけど、それだったら異次元からの埋葬を入れる意味がないんですよね。結局異次元からの埋葬でアーミタイル出すために除外した3体を墓地から除外ゾーンから墓地に戻して、でそこからまたね次元融合殺で融合するっていう戦法です。はい、という感じなんですけどね、本当に難しくって、レベル1のリンクモンスターとかもね、なんか安いのいないんですよ。なので、なんか、また新しいのあったら教えてください。ということで、こんな感じでございました。
皆さんいかがだったでしょうかね。僕の、その遊戯王のデッキって、まあ、一番強いのはやっぱり最初に紹介した優勢デッキなんですよ。はい。なのでね、まあそのデッキと、まあそのデッキのアドバイスも欲しいですけど、なんかもうちょっとこうした方がいいかも、みたいなのがあったら、ぜひぜひ教えてください。ということで、はい。以上、高柳好奇心の、オフトークでございました。今日何回目だろう？確認してなかったの、全然。前回がなかったもんだから。あ、ちなみに前回はまあ、父親とワンマンライブに行ってまして、大阪春夏秋冬さんのね、ワンマンライブに行ってたんで、ちょっと申し訳ないんですけど、お休みさせていただきました。で、7回目のオフトークが前回だから、今回8回目か。8回目？ 8 回目か。もう8回か。早っ。まあ、これ多分ね、何回も言ってくんだろうな。うん。ということで、はい。以上。終わります。はい、ちなみに、最近は、大変です。いろいろ。でも、頑張っていこうと思います。